久々にミストサバイバーですね。で、あれから新しいパッチが当たって、どうやら NPC が復活、リスポーンですね、する仕様になったようなので、ちょっと行きましょうか。霧が出てきちゃったな。まだ怪我もしてるんで少し休んどくか。とりあえず3時間ぐらい寝ちゃいましょうか。もしかして寝なくなった？やば入ってきた。まさかドアは開けないんですよね。入ってきましたね。だんだんなんかこの霧が脅威になってきてね。うわ、寝れない。結構入ってますね。何やってる。あれ、入ってない、いない、帰ってった怪我がね窓から出てったのかな。いなかったですね。寝とこ。あ、終わったよし。じゃあちょっとスコットですね、復活してるかとりあえず見に行ってみましょう。燃料缶も拾ってこなきゃな。さあ、まずバンディットがちゃんと湧くか。これで見てるとすぐ分かりますからね。あ、湧いためちゃくちゃ湧いたな。湧いたら長距離から狙っていくか。この木のあたりから隠れてやろう。よし、じゃあやっていきましょう、スナイピング。うわ、この距離になると律儀に消えるのなんだそれ、消えるんだこれ、離れた。あ、今湧いた。この距離ですね勘弁してほしいな。はい、配置につきましたね。あの奥のからやっていくか、それかこの手前からやっちゃってもいいか。あれ、やった、ワンキル、一人いった。なんか当たり判定が合いだな。やばい、結構使ってる。近づいてきたのは弓でやりたいとこですね。あとは弓でやるか。弾がもったいないや、バンディットに対して。一応リーンができるからリーンしてやっていくか。はい、か、よし。あと奥に何体か。お、弾だ。ショットガンがほんと弱くなっちゃって使えないんですよね。先に全滅させてから行きましょう。多分弓がほんと相当強いですからね。これが最後かな。たまに、はい当たれば一発ですからね、弓は。これで終わりか。制圧完了かな、多分。
弾だ。あのスナイパーライフルの弾を落としてほしいけどな。サプレッサー確かに欲しいですね。よし、これでちょっとスコット先生を見ていきましょうか。矢が多分あの奥に刺さってると思うんだよな。チョコレートバーがいっぱいいるかな。どうだろう。あ、でもなんかアイテム湧いてんな、ここら辺。よし、これ見たら問題のスコット先生の場所はすごいいっぱいあった。見ていきましょう。さあ、ちょっとギリギリまでこう見ないような感じでいくか。さあ、ここの後ろですね。あ、もう入っちゃってるんですけど。これ湧いてないでしょ。あ、いた。誰。スコット先生じゃなかった。誰これ。女性がいますね。これ初めて見るな。なんか怖いな。透けそうに怖い。女性がいましたね。大丈夫かな。レイチェルかな。レイチェルですね。はい。ガントレインドスナイパー。またクローズコンバット。あ、ナースなんだ。イエス。はい、レイチェルさんゲットですね。あ、ってことはやっぱスコットも、スコット先生もどっかで会えるかもしれない。ナースですね。ナースのレイチェル姉さんが入った。あー、でも NPC 湧くようになってますね。これはありがたいな。っていうか増殖してそう、めちゃくちゃ。じゃあ、バンディットが湧くのと、同時に、NPC も復活してるっぽいな。スコットいらないかな、じゃあ。スコットの必要性があんまなくなってきたな、これ。レイチェル姉さん来たから、スコット。スコットはおまけ程度でいいか。戻りましょうか。あー、ニワトリ。うそ。ニワトリ引いたら壊れちゃった、車が。ちょっと待って。ひどい。壊れましたね。何が怖い。あ、スパークプラグか。これだったらすぐ。クマ湧いてないかな。ローフュールが欲しいですね。あー、霧が出てきそう。やたら結構遅い時間に霧来るようになってんな。あー、霧来ますね。一度戻ろう。あ、レイチェルさん来てる。レイチェルさん、はじめまして。あ、喋らないんだ。あ、ヘイって言った。トークはやっぱできないみたいですね。とりあえず中に。あ、武器渡すか。来ましたね、ちゃんと。あ、じゃあ部屋をちゃんと、スコットの日ここでいいですよね。レイチェル姉さん帰ってきて。いきなりダメになりそうだな。ああ、いいですね。ちゃんと部屋を使ってくれそう。武器渡したいですね。武器渡そう。これ渡すか。これで、もう一発渡し。大丈夫かな。すぐそばにいるけど。怖いな。こっち側にしとくか。これ置いといて。ああ、これは渡せないのか。お願いします。かっこいいな。
あれ、なんか今回ゾンビ反応してないな。じゃあこれは置いときましょう。なんかレイチェルさんいると全然ゾンビ入ってこないな。1時間寝るか。あ、まだ12時なのか。長っ。終わった？またドアが開いてるけど、戦う姿見れるのかな。いますね。戦わせてみるか一回。これで来るかな。レイチェ姉さん、あ、来た。あ、行った。レイチェ姉さん行った。一緒に戦いましょう。じゃあちょっと戦闘力を。ん？あ、あ、終わった。あ、終わっちゃった。終わったみたいですね。あ、ちゃんと戻った。ちゃんと通常モードへ戻りますね。なんか頼りになるな、レイチェル姉さん。